た。暑い。頭痛くなってきちゃったし、やばい。脱水症状かな。はい、おはようございます。今 AM7 時15分です。通勤時間帯のラッシュと重なりました。めちゃめちゃ混んでます。まあでもね、ここいつも混むんですけど、今日はね、江東区の方でバラおろしという形になっております。後ろからですね、バラおろしをしていきたいと思います。よし、今日も一日頑張ろう。待機です。待機時間指定だったんですけど、9時の指定だったんですよ。9時、今受付行ってきたんですけど、何時になるか下ろせないって言われて、で12、3台いるんですよ、バラ下ろしの人が。バラ下ろしの人が12、3台いる。本当に時間指定なんでね、大丈夫かなと思ったんですけど、どうなんですかね。でしかもちょっとやらかしました。タオルと着替えですね、タオルと着替えを袋に入れて朝玄関まで持ってきたんですよ。そしたらそれね、玄関に置いてきちゃった。置いてきちゃったんです。だから着替えもタオルも何にもないんです。やっちゃったなーと思って、今日ケツ下ろしだからね、汗かくなーと思って、一応着替えとかもね全部ね準備して、もうトラックに積んどこうかなと思ったんですよ。前コメントいただいても、トラックに常に積んでありますっていうことでね、それでちょっとね、そのまんまもうね、家に忘れてきちゃったっていう、何やってんのかなって感じですね。もうちょっと待っていきたいと思います。待っていきましょう。待機です。待機です。待機です。はい、今ね聞いてきたんですよ。他の運転手の方に聞いてきたんですけど、ここは時間が合ってないようなものだからって言われました。時間指定がね合ってないようなものって言われました。参った。これは参ったよ。もうお昼になるんですけどね、お昼なんでね、ちょっと食べちゃいます。もう多分呼ばれないと思うんで、午前中3時間ですね、もうちょっとで3時間経つんで、もう呼ばれないと思います。なのでね、はい、今日のお弁当です。昨日の残りのね、焼きそばです。焼きそばでーす。食べよう。食べて待ってます。青のりいっぱいかけすぎちゃった。歯にめちゃくつくんだろうな。じゃあね、待っていきます。はい、うまい。すごい、めっちゃ怖い人がいた今。ツルピカでなんか頭ツルツルなんですよ。そんで金のネックレスしてて、それでなんかこう肩で風を切って歩くような感じの怖い人がいました今。やべ、ひゃっくりが出ちゃった。あ、やべ。はい、今ね呼ばれました。今呼ばれたんでね、今からおろしに行きたいと思います。バラおろし、それでは行ってきます。どうも、お疲れ様です。気持ち悪くなっちゃった。後ろからですね、後ろから荷物をこう下ろすんで、後ろもう密封状態なんですよ。なのでね、すんごい風も来ないし、もうやばい、もうびちょびちょ。いや、参った、暑い。それでね、頭痛くなっちゃった。
後ろまでね持ってくとね、リフトマンの方が下ろしてくれるんですよ。やべ、下ろしてくれるんですけど、その女性の方ね、可愛かったですよ。可愛くてね、ちょっとね、僕も頑張ってこうバン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 こう下ろしちゃったんですよね。そしたら汗がすごかったんですけど、その後汗が全然出なくなっちゃって、これ何なんだろう、塩かな、ザラザラすごいんですよ、もうザラザラで頭痛くなってきちゃったし、やばい、脱水症状かな、軽い。いやちょっとね、今から積み込みあるんですけど、積み込みね、まだちょっと時間ありますんで、今からちょっと横になってね、ゆっくりしてから積み込み行きたいと思います。お会いしましょう。またね。バイバーイ。